こんにちは、フクチーヌの部屋へようこそ。フクチーヌの部屋へようこそ。これから撮る動画は、なんかちゃんと喋れたら、ちゃんとアップしようかなと思うんですけど、メインチャンネルに。ちゃんと喋れなかったら、サードチャンネル行きかなっていう感じです。で、最近、いろんな人が言ってる副業の時代とか、雇用されてるだけだと雇用の給料はどんどん減っていくので、自分で自営する時代になってきましたよっていうお話をよく聞きますよね。で、そんな中で、思うこと、雇用に向いてる人っていうのもやっぱりいると思うんですよ。雇用に向いてる人っていうのと自営に向いてる人っていうのもいると思うんですね。で、フクチーヌが、昔、ちゃんと労働組合のある、会社でサラリーマンをやってた時に、自分は雇用に向いてないんじゃないかなと思ったことがあるんです。それはどういうことかっていうと、なんかコンピューター系の会社とかだったんですけれども、なんかね、一番大きな理由とかではないんですけど、やっぱりね、仕事ができる人とできない人っていうのはいるんですよね。で、そうだな、やっぱり本当にすっごく思ったのが、同じ同僚、同じ同期の人間ね、仕事を半分ずつ受け持たされたんです。で、納期もあって、で、フクチーヌは毎日定時に帰って、納期、まで余裕に提出したのね。で、もう一人の子は、毎日、すごい残業をして、で、納期に間に合わなかったのね。で、その時に、びっくりしたのが、毎日残業して、納期に間に合わない人のお給料の額面の方が多いんだよ。毎日ちゃんと労働組合のある、労働組合のある企業で、まだ、バブルが終わった直後くらい、だからサービス残業っていう概念があんまない時代、ちゃんと優良企業だったから、すると、能力がある人は毎日定時に帰るから残業代つかないんだけど、その残業代っていうのもさ、ちゃんとサラリーマンとかやってると結構高かったりするの。そこら辺のアルバイトの時給よりも高かったりするの。だから、毎日10時頃まで残業して帰る人っていうのは相当な残業代もらえるのね。でも、ね、それでお給料が全然違う。え、どうして？なんで能力のない人の方がお給料高いの？っていうのも、ある。うん、それは、サラリーマン2年目くらいの時かな。サラリーマン1年目の時とかも、福地にはずっと、大学でコンピューター系のことをやってて、プログラミングとかすでにできる人だったので、会社に入って1年目ですぐ即戦力とか言って、いろいろなプログラム、組まされてたりしたんだけど、他の同期の新人さんは、そういうことをやらせられないで、なんか、もう本当に教育の、延長線みたいな雑用と消して終わりみたいな感じになってて、ん？なんだろうな、この違いはなんだろうなと思った。じゃあさ、それでさ、よくできる人は出世できるのかっていうところじゃない？それはね、違うんですよ。出世できるか出世できないかは、サラリーマンでね、能力があるかないかじゃなくて、人付き合いと根回しができるかできないか。なんですね。人付き合いが良くて根回しができる人っていうのは出世するし、能力があっても人付き合い苦手な人とかは出世できなかったりする。さらに、大きな企業に勤めてると分かるんですけど、福知のはね、親がね、サラリーマンじゃなかったから、就職する前は教えてもらえなかったんだけど、必ず部長以上っていうのは、部長以上っていうのは親会社から出向で降りてくる人たちなのね。だから、もし就職するんだったら一番トップ、の親会社に就職しないと、将来的に給料の差とか、開いてしまうんですけども、福知は就職するときに、自分は能力があるから、そんな大きい会社に
入るよりも戦略的子会社っていうのがあったから、コンピューター系で戦略的子会社に入って自分の能力を発揮すれば早く出世できるかなと思ったんだけど、そんなことはなくて入ってから分かったんだけど、まあ、部長以上っていうのは親会社から落ちてくる人たちで、自分で能力があっても出世できなくて、出世できるのは根回しができる人たち、人間関係で、で行き着く先はまあ本当にだから その子会社の管理職くらいしか将来的にないなと思った時に、ここにいてもしょうがないなと思って、で他にやりたいこととかいっぱいあったし、それで脱サラしたんで、でも脱サラしてから起業するまでに10年近く、10年以上かかってるのかな、20代後半で脱サラして、違うな。そう、20代後半で脱サラして、開業したのが30代の初めなので、10年は経ってないのか。で、その後、劇団に行ったりとかさ、カイロプラクティックの勉強したりとか、心理学の勉強したりとかをしながら、劇団員を楽しんでいた。劇団員を楽しんでいた。うん。で、まあ、それで、で、じゃあ、どういう人が自営に向くのかっていうと、自営っていうのは与えられた仕事をコツコツやるだけじゃダメなのね。自営っていうのは自分でやりたいこととかをちゃんと自分で見つけてやって、さらに、宣伝とか、ね、ホームページ作ったりとか、宣伝文章を書いたりとか、ブログ、結局さ、ブログとかでファンを作んなきゃいけないわけだからさ、今はブログよりも YouTube が一番いいんだけど、やっぱ自営するんだったら YouTube とかできた方が一番いいわけよ。自分の買い出しして、自分が何やってて、こういうことをやってます、みたいな感じでいい。で、やっぱり自営をやっても営業ができないと、あれですよね。だから他の動画でも言ってますけど、10年くらい前スピリチュアル系の友達で一番売れてたのは元保険のおばちゃん。元保険のおばちゃん。能力が高い低い全然関係なかったですよね。で、今は、営業が上手い下手ではなくて、YouTube で売れてるか売れないかで、まあ、YouTube でチャンネル登録数1000人以上いれば、個人セッションだったらもう入れ食い状態になりますよね。講座だったらもうちょっとハードルが高くて、3000人くらいいると、講座も、入れ食い状態にはなると思います。まあ、ただ今コロナだから、ちょっと、ウェブカムとか遠隔、にどれだけ対応できるかっていうところも絡んでくると思うんですよね。で、今さ、雇用だけではなくて副業しようとか、脱サラして開業しようとかって、やっぱ向き不向きっていうのがありますよ。向き不向きって、人より作業が遅いし、言われたことをコツコツやるのは得意だけれども、自分でいろいろ考えて営業したり、発信したり、作り出したりっていうのが苦手な人っていうのもやっぱいるとは思うだよね。うん。そういう人はやっぱり独立しても、そういうのをやってくれるところに就職しないといけなくなってくるじゃない？結局、スピリチュアル系でも占い系でも同じなんだけどもさ、結局、占い系でも、自分で開業して売れる人っていうのは、ちゃんとホームページとかも持って、ブログとかも持って、YouTube とかも持って売れてる人なんだけど、それ以外の人っていうのは、どっかの占い会社に所属してとか、メルカリとか、ココナラとかで、もう、アルバイト、もう本当に、利息三文のお金を稼いで、みたいな感じになってきちゃうじゃない？で、結局、アメーバリックは、仕切り率が低いんで結構儲かるんですけど、アメーバリックも結局は、アメーバリック側が宣伝してくれないので、ブログがどれだけ売れてるかで売り上げが変わってくるんですよね。まあ、ココナラは、値段がどれだけ安いかで売り上げが変わってくるんだけど、だから結局は、それで、占い師になろうと思ったけど、あんまり売れない人っていうのは結局、占い会社に就職することになるし、占い会社っていうのは人のね、依存心を、くすぐってリピートさせるのが目的だったりするから、なんかを目指したってなのと違うな、みたいになったりするから、まあ、自営がいいのか、勤め人がいいのかっていうのは、その人にもよる
と思います。あの自分が人より能力があったりとか、発想力があったりとか、まあ、サラリーマンいるとき業務改善提案とかもしょっちゅうな、まあ、月に何枚も書いてたりして、それでみんながやり始めないうちに自分でやり始めてたりとか、そのシステムを作ったりとかっていうのはずっとやってたからね。でそういう人っていうのはやっぱり開業してもなんとかなるし、あの自営でもなんとかなるとは思うんだけど、与えられたことをただやるのが好きだとか、ルーティンワークが好きだとか、あまり考えないで黙々とベルトコンベヤーで組み立てるのが好きだっていう人は雇用されてる方がいいと思いますよね。あのベルトコンベヤーでこう単純作業をするのが、私にとっては一番の瞑想タイムで、とてもいい感じになるって人は、自営で開業してもなかなか難しいんじゃないかなって思う。だからさ、なんでそんなこと今さ、他の YouTuber さんがさ、みんなさ、雇用の時代は終わりますよ、みんな副業しましょうね、開業しましょうねっていう中で、福チーノが、ん?っていう、向き不向きあるよって言ってるのは、やっぱアロマセラピストの時代からいろんな人を見てるけど、アロマセラピスト、まあ20年前だよね、開業する人はすんごくいっぱいいた。すんごくいっぱいいたけど、1年以内に畳む人がいっぱいいたし、カイロプラクティック業界でもそう、カイロプラクティック業界でも開業する人いっぱいいたけど、カイロプラクティックもアロマセラピストも開業する人いっぱいいたけど、1年後残ってるの少ないし、3年後残ってるのはもっと少ない。もっと少ない。で、3年後残ってる中で、どうして残ってるかっていうのは、旦那がいて、旦那が仕事をして、片手までアロマセラピストをやってるから残ってるお店。で、そのアロマセラピストとして、すごく、成功して売れていて、遠方から人々が来るから、お客さんが来てやっていけるっていうのは、もうほんの一握りだよ。1割いないと思う。同じようにスピリチュアル業界にも福チーノずーっといて、で、ずーっとスピリチュアルセラピストをやってる中で、スピリチュアルセラピストだけで生計が立てられる人っていうのは、ほんの一握りですよ。ほんの一握り。あとは、旦那がいて、旦那が、サラリーマンやってて、で、自分も稼いでるとか、ね。あと、他にアルバイトや、とか派遣をやってて、その片手間にスピリチュアルをやってるっていうの感じで、スピリチュアルだけで稼いでるって人がいると、ほんの一握りです。で、本当にね、個人セッションやってる頃に、他の先生のチャネリングスクール通って、その先生にも会社辞めて、開業した方がいいですよって言われたけど、開業した方がいいですかっていう質問を受けることがたまにあって、大体が、じゃあ今どこの会社勤めてるのって聞いて一部上場だったりすると、で、今アルバイトとして、月いくらスピリチュアルで稼いでるのって聞いたりすると、全部無料でモニターやってるんですけど、友達にはみんな褒められまっちゅう。無料でやって褒められまっちゅう。だから開業してもなんとかなるんじゃないかなって思うんですとか言われると、え、それ無料でしょみたいな。有料でやって、で、そりゃさ、無料で友達にやってくれたらさ、しかも友達なんでしょ?お前のクソだねって、そんな値段、お金なんか払えないよなんて言わないよね。言わないよね。だから、もう本当、そうです。よくスピリチュアルの先生でどんどん会社辞めて開業しなさいっていう人がいるらしいんですけど、それどうかなみたいな。どうかな?福チーノのところでもうプロと、してやっていきたいんですけど、今、勤めてるんですけどって言ったら、今の勤めてる収入とアルバイトをやってみて、そのアルバイトの値段が超えたら、もう辞めてもいいんじゃないとか、同じくらいになったら辞めてもいいんじゃないみたいな感じでアドバイスをしています。それか、今のシフトを減らして、スピリチュアルの仕事もできるようにして、それでスピリチュアルの仕事がどんどん入ってくるようであれば、そのメインの仕事を辞めてもいいけれども、いきなし、スピリチュアルで会議をして当たる人なんかほんの一握りで、ほんの一握りで。例えば、うちの生徒さんで言うならば、徳島のひなちゃん、徳島の防空員ひなちゃんが、もう月何百万って稼いでるけれども、あれはもう本当一握りですからね。うちに通うがみんなそうなるかっていうと、そんなこともないですからね。
やっぱりちゃんと YouTube 自分でやって、ちゃんと自分の宣伝ができて、ちゃんと楽しい楽しいって言って、笑顔を見せて営業できる人、ね。まあ、うちセッション始めたんで、うちセッション始めたんで、うちに来るといいよね。ね。うちに来るといいよね。待ってる、まーす。とかって言う人は、なかなか、ね、難しかったりすると思うんですよ。そんな感じで、で、まあまあ、最近はね、ちょっとね、クレームを受けたので、講座終わった後に全員の生徒さん映すっていうのをやめて、YouTube とかやってて顔出し OK の人で、はっちゃけて画面に映れる人だけ映すようにしたのね。なんかみんな生徒さんで映りたい人は、顔出し OK の人、顔出し NG の人、顔出し NG の人は鼻とかに隠して撮ってたら、なんか、うん、そういう人のを見ても参考にならないというか、なんか気分が暗くなるみたいなクレームを受けたので、もうこれから生徒さんっていうのは、YouTube とかもやってて顔出し OK で画面の前ではっちゃけられる人だけを映すようにするようになったんですけども、まあそんな感じです。そんな感じで、自営の勧めとか副業の勧め、副業は OK だと思います。副業やってみるのは、お勧めします。ただ、会社辞めていきなし自営を始めるっていうのはお勧めしないです。それで成功する人、ほんの一握りです。で、副治療のところにも、プロのセラピストになって、それで生計立てていきたいって人も来ますが、それで、当たる人っていうのは、ほんの人握りです。で、当たるか当たんないかは、ほんとその人が、自分をどれだけ表現できるかの違いになってくるので、YouTube で当たる人っていうのは、やっぱり何やっても当たる人だから、あれなんですけども、っていう感じです。言いたいことが、最後、シリ、めちれちりになってしまったと思うんですけど、それから皆さん感じ取れることがあったら、自分なりの感想をこの、コメント欄に書いていただければ嬉しいなと思います。ただそうすると多分ね、多いと思うのがアロマセラピストとかカイロプラクティックで開業した友達がいたけどね、みたいな、そんな話が多くなるんじゃないかなと思います。以上です。最後までご視聴ありがとう。いいねボタンとチャンネル登録お願いね。それから SNS でシェア拡散大歓迎でよ。